はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、180度の開脚を10回のプログラムに分けて皆さんできるようになりましょうという2日目の動画になります。もしね、見てない方は1日目の動画からご覧ください。では今回も行きましょう。はい、まずですね、目いっぱい広げれるストレッチの状態から少し中に入れてもらって、前回と同様にまずね、足を手を振る感じで股関節をまず動かしましょう。180度開脚ができるようになるには、このね、足首が一緒に前に倒れないといけません。こういう感じでつま先が前に向かないと180度開けませんので、しっかりね、この少し内側に入れた状態で振っていきましょう。皆さんもね、ちょっと広いところでやってもらって、一緒に最後まで頑張っていきましょう。はい、まず振っていきます。大きくね、振ってくださいね。しっかり前に前に、こういう風にね、寝かせる感じで、両方こういう感じです。振っていきます。はい、今度はですね、右手は腰、左手で右の足の甲をめがけてつま先を上げておきます。こういう感じで1、2、3、息しっかり吐きましょう。4、5、はい、反対、左手は腰です。つま先上げて5回、1、2、3、4、5、はい、今度は手は腰で曲げた、今度はつま先をしっかり伸ばしてもらって同じようにいきましょう。1、2、3、4、5、はい、反対です。1、2、これはもう前回でね、第1話でやってると思いますんで、だいぶ楽に なってるんじゃないですかね、これね。4、5、はい、今度は右足だけ寝かしてですね、寝かして今度は同じようにいきます。1、2、3、4、5、反対、寝かして1、2、これ結構ね、股関節痛いと思うんですけども、力が入るとできませんので、力を抜いていきましょう。5、OK です。で、今度はですね、足を、前足はつま先を伸ばして、後ろ足は足の甲を伸ばして、痛い場合は手をね、下についてください。こういう感じで手をついて両足伸ばしてですね、こういう感じでできるだけ足を広げていきましょう。できるだけ広げます。で、つま先はね、しっかり上げておいてください。これでできるだけ前屈します。1、2、3、しっかりね、肘をね、曲げましょう。5、はい、反対、後ろ足の足の甲を伸ばして、前足はつま先を上げて、痛い場合は手でね、しっかり床を押して体を浮かしてください。で、1、2、3、4、5、もう一回ずついきます。今度は前足、足の甲を伸ばします。後ろ足はつま先立ち、これでいきましょう。1、2、3、4、5、はい、反対いきます。後ろ足はつま先立ち、前足は足の甲を伸ばします。これでしっかり肘を曲げて前屈です。1、2、3、4、5、 OK です。はい、今度は前回同様、足の裏合わせて膝をしっかり揺らしましょう。股関節をね、しっかりリラックスさせてください。もうこうなっちゃう人いると思うんですけども、こうなってもね、こういう感じで股関節の力を抜いて揺らしてください。こういう感じで足の位置はね、まだ手前に引き寄せすぎず、少し前に出してね、揺らしてください。はい、今度はこのまま手は足を押しながら前屈です。息しっかり吐きます。はい、吸って、はい、吸って、吐きます。 OK です。今度は足を組みます。組んだら、組んだここにですね、
組んだ足の手を入れて寝っ転がってしっかりねすねを掴んで手前に寄せましょう。ぐーっと手前に寄せます。はい、反対です。手を入れてすねを持って手前に引き寄せます。これは基本的にお尻のストレッチなんですけども、足がこういうふうに組めない人はね、股関節もしっかりストレッチになりますんで、できるだけここがね水平になるように、ここがねこうならずに水平になるように、股関節がねしっかりストレッチできると開脚が楽です。このままいきましょう。ぐーっと、もう一回ずついきます。反対。で、OK。今度はこの寝たままですね。足を上に上げて横に広げます。ここで揺らします。こういう感じです。まだね、軽くです。手はあんま押さえないように、添えるぐらいで伸ばしていきましょう。グッと。で、今度はつま先しっかり上げて、つま先を上げて、いきましょう。で、今度はね、膝の裏を持って、少し広げます。で、今度は膝を曲げて、手を膝に置いて、下に押します。こういう感じです。今度はですね、片足を伸ばして横に広げて、片足を伸ばして横に広げます。手でね下に押さえます。こういう感じで回していきましょう。横に来た時だけ手を置きます。こういう感じです。はい、反対もいきます。足を上げて横に来た時だけ手を置く。横に来たら手を乗せる。これで股関節をね動かしましょう。こういう感じです。少しね股関節がゴリゴリと言うと思うんですけども、初めのうちはねなっちゃいますんで、それは気にせずねやっていきましょう。慣れるとね股関節ならなくなりますんで、コリッとなる人もねちょっと痛いかもしれないですけど、初めのうちはね回しましょう。はい、反対です。今度は手を使わずにしっかり回しましょう。これ10回です。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対です。こういう感じですね。1、2、大きく丸かく感じで3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。はい、これで今度はね足をしっかり股関節に引き寄せて、しっかり引き寄せて足を揺らします。楽にします。今度手を持ってしっかり押さえましょう。下に足がね床につく感じでしっかり押さえましょう。はい、今度はしっかり前行きます。足におへそをつけるつもりで、足におへそをつけるつもりでしっかり前に行きます。ぐーっと、もう一回いきます。しっかり吸って長く吐きます。息がなくなるくらいでしっかり体がストレッチできますので、息なくなるかなぐらいまで もっともっと吐きましょう。OK です。はい、今度は足広げます。足をしっかり広げて、今度はねこの目いっぱいよりもちょっとだけ少しだけ中入れて、でつま先しっかり上げて、これで体を右左と動かします。こういう感じです。つま先上げたまんま。
この体を倒すときにももに力が入っちゃうと思うんですけども、力が入らないようにね、ももの力をしっかり抜いてください。ももの力が抜けるっていうポイントがね、わからないとなかなか開脚できませんので、しっかりね、力が入っちゃうけど力を入れない癖をね、コツをしっかり掴んでください。そうすると足はね、結構すぐ広がります。はい、OK。で、今度はね、足を広げて、手ついていいですから、これでしっかりね、足を広げていきましょう。痛いところで手をしっかり力入れて、体重がね、それ以上いかないように。これ止まっておきましょう。そうです、そうです。これでしっかり止まっておきます。この時もつま先はね、前に向けましょう。甲を伸ばさずに、前に。こういう感じで。で、痛かったら、しっかりね、前体重。手に体重しっかり乗せてください。はい、OK です。お疲れでした。はい、ということで今日はね、開脚できるようになるための2日目のストレッチでした。だんだんとね、ストレッチっていうのが、痛いのが気持ちよくなってきますんで、痛いと思ったところでもっとね、力を入れるんじゃなくって、痛いと思ったら力を少し抜いて、その位置をキープするっていう感じのコツがね、つかめると、一気にね、良くなります。まあ、180度開けるっていうのはね、そんなに長い道のりじゃないんで、しっかりね、痛くって力が入るんだけど、力を抜くという、ストレッチのコツさえつかめば、ストレッチはすぐね、できるようになりますんで、ぜひ頑張っていきましょう。また3日目も、ぜひ頑張っていきましょう。よろしくお願いします。タートルでした。